森下宇孫深夜の冒険 1. 真夜中の電話何を言ったって、あいつは近来の難物だよ。そうだね。すばしこくて影も形も見せないんだから、どうも始末にいかん。 まったくだよ今までに指紋一つ残したことがないからねなんとか君の方で方法がありそうなものじゃないか金庫にかけちゃ町内一のオーソリティの君だものそれはもって無理な注文だよ金庫の構造から相当研究しているんだからどんな金庫でも自由自在に開けては見せるがね金庫を開ける泥棒を捕まえるのは君の方がもっと上手だよ それが今言う通り指紋一つ残さないときてるからどうにも手が出ないんだ一体被害件数はどれくらいになってるだろうさあ山村銀行を筆頭に運の商店松村合名最近では日本橋の荒井商会とどうせ10件以上だね被害額は 運の商店の3万5,000円戸田銀行支店の2万円新井商会の1万2,000円そうだねざっと見積もっても1 4五5万円には上ったろうね驚いたもんだね新聞の攻撃も無理がないよだからお互いに毎晩当直というわけさ そうして被害のあるたびにお小言を食うという段取りだねああ人生刑事になる中れだ警視庁の当直室で二人の警部が燃え残った暖炉を囲んで話している一人は犯罪捜索の天才と言われた天野警部一人は町内の金錮通を持って辞任する亀井警部この二人が真夜中に近い今頃まで 退屈なあくびを連発しながら当直の次第はほぼ2人の話で察しがつこう近来まれなる凶族それも金庫破りの専門海賊が影のごとく魔のごとく帝都を荒らし始めてからすでに1ヶ月警視庁は十の全警察と協力して必死の活動を続けてきたがろうして功なし今日なお海賊の正体は判明せず 品たる被害と警視庁無能の声を聞くばかり示談だ踏んでも追っつかず今はただ警戒網を厳重にしその道の敏腕化である2人の警部に用を徹しての警戒を命じて機会の到来を待つばかりとなった両警部がその当直を仰せつかってからすでに6日幸いにしてその間事件はなかったもののなければないで 一層あくびは出ようというもの人生刑事にタンが出るのも無理はないところでもう何時かしら亀井警部はつと振り向いて時計を見たおや11時40分だ忠雄君もう寝たまえ。何も用はないんだからはい部屋の入り口。 ノアに近い机に向いて一心不乱に読書をしていた少年球児が表を上げてこっちを向いた何を熱心に勉強してるねタバコの煙を輪に吹きながら天野警部が聞いた小坂博士の「科学探偵」という本です科学探偵だって生意気な本を読んでるじゃないか探偵にでもなるつもりかねええ 僕大きくなったら探偵になるつもりですよしたよした亀井警部がたしなめるようにそんなバカな考えを起こすよりはそろばんでも稽古して小僧になるんだだってえらい探偵になって海賊を逮捕する方がもっと愉快でお国のためになるじゃありませんか生意気を言うね そうやすやすと海賊が捕まりゃ僕たちはこうして根津の番なんか視野しないよそりゃああなた方がまだ偉くないからですよシャーロック・ホームズみたいになればどんな賊だってすぐ捕まっちまいますよすっかり慣れっこになっておじさんくらいに思っているので忠男くんなかなか遠慮しないバカを言え小説の探偵みたいに盗賊が捕まれば警察はいらないんだ こっちも退屈なやさき、雨の警部も肩らから口を出す。その折りも折り。壁にかかった電話のベルがけたたましくリリリンとなった。つと立ち上がった忠夫君が電話機を取って耳に当てた。あ、もしもし。そうです。あ、いますよ。あなたは？え、電話口へ？ ちょっと待ってください。忠夫君は受話器を持ったまま。亀井さん、誰だか電話口へ出てくださいって。僕に誰だろう、今頃。亀井警部は大そうに椅子を離れて受話器を取った。ああ、どなたですか僕、亀井ですが。亀井警部ですね。 向こうから念を押す声が聞こえたそうです亀井警部です間違いないんですねそれは好都合です実はあなたにちょっと来ていただきたいんですが僕にどこへです小伝馬町の八十四銀行へですあそこへ今日四五万円現金が入ったので それをちょうだいにいこうと思うんですあそこの金庫は近頃輸入したばかりの最新式の金庫だという話ですからね一つ僕の手紙をあなたに見ていただきたいんですえな、な何だって亀井警部の声は震えたあなたは耳が遠いんですかこの夜更けに同じことを繰り返しちゃたまりませんや じゃあ、さようなら。電話は切れた。あ、天野くん、金庫破りだ亀井警部がガチャンと受話器を投げかけながら。忠男くん、自動車を呼んでくれ返事も早く二、開かれたドア。 2人の警部と取物にかけては腕自慢の古谷刑事を乗せた警視庁の自動車は東京駅の前を永楽町から新常盤橋へさらに本国町を一直線に深夜の町を突破する自動車は小田馬町の十字路に止まった赤電車が通り過ぎた後の静けさ辺りには犬ころ一つ影を見せぬ あの建物だね。天野警部が小声で言ったそうですこの辺りで震災で焼け残ったのはあの銀行一つです古谷刑事が答えた向こう側の角から4軒目立ち並ぶバラックの中にたった一つ群を抜いてそそり立つ3層の西洋建築自動車を降りた3人は電車線路を横切って 問題の84銀行の入り口へ急いだが10歩と行かないうちに亀井警部はつと足を止めて振り向いた自分たちのすぐあとを小走りに追っかけてくる足音を聞いたからだと同時に警部は「やあ!」と叫んだ「君は忠雄君じゃないか?」その声にびっくりして。 他の2人も足を止めた。どうしてついてきたんだね。僕運転手段へ乗っかってきたんです。金庫破りを逮捕するところを見せてください。だめだめ、お前なんどの来るところじゃない？天野警部の声は険しい。自動車の中で待っていたまえ。退屈な当直室のとは違う。帝都をやかし。 警視庁を愚弄した金庫破りの海賊を今逮捕しようというやさきだ給仕難度にかまっている暇はない3人はいかめしい石造り建築の正面重い鉄皮の前に立った第84銀行本店近頃書き換えたばかりであろう鮮やかな金文字の表札がかかっている手を伸ばした古谷警視が いきなりグッと呼び輪を押した。10秒。20秒。誰も出てくるものがない。もっと強く押してみたまえ。2、3度古谷刑事は続けさまにグッグッとボタンを押した。が、やっぱり何の返事もない。仕方がない。扉を叩くんだ。 そう言いながら、亀警部がどんどんと力いっぱい扉を叩いた。と、どうだ？その拍子に重い重い鉄の扉がギーっと落として一寸ばかり開いたではないか。3人は思わず顔を見合わせた。はっと思ったのだ。扉が開いた。何の苦もなく扉が開いた。 巨万の財宝を造する大銀行の扉ではないか出入り自由の無料宿泊所の入り口とはことが違う厳重な上にも厳重な鉄の扉であるそれが拳の力一つでわけもなく開くとはもう金庫破りが忍び込んだ後なのだ三人の頭に同時に思い浮かんだことはそれだった海賊は すでに目的を達して逃げ去ったか、それとも未だ金庫の前で仕事をしているだろうかいずれにしても海賊が忍び込んだということは間違いない3人は緊張しきった面持ちで扉を中に踏み込んだ薄暗い伝統がそこここを照らしているだけ広い建物の中はひっそりとして 音もない。心中の網に囲まれた環状台の前をぐるりと回って石段を上るとまっすぐに右へ廊下が続くその廊下を足音静かに進んでいくと突き当たりが会計課長室次いで重役室会議室会議室の前まで来た時言い合わしたように3人が足を止めた。 がどこからも物音一つ聞こえてこない金庫はどこにあるだろう天野警部がつぶやくように言ったさあ会計課長の部屋にでもあるだろうそうでしょうね古谷刑事が相図を打ったそれにしても宿直室はどこでしょうねそうだ まず宿直を叩き起こ,さなくちゃここまで来ればもう足音をはばかる必要はない3人は急に靴音を立てて宿直室を探しにかかったしかしそれは探すまでもなかった靴音に目が覚めたのであろうその時会議室の正面応接室の隣の扉が内側から半分ほど開いて40前後の丸顔の男が 上着の服を引っ掛けながら寝ぼけた顔をヌッと出しただ、っ誰だ,れだ君たちは廊下に突っ立つ3人の男を見ては寝ぼけ眼な,ならずとも誰しも肝を潰すはずだその声は震えていた僕たちは警視庁の者のですがねちょっとご注意申したいことがあって来たのです 足を後ろに返しながら天野警部がそう言った注意って今自分何のご用です宿直員は半信半疑の体であるその時警部は宿直員の右の眉毛に大きな傷のあるのを見た例の金庫破りが今夜ここへ忍び込むと言ってきたのですええあの金庫破りが 宿直員は反り返るほどに驚いた。それで飛んできたんですがね。来てみると入り口の扉が開いているんです。え、入り口の扉が、それは本当ですか。驚愕と恐怖に色を変えた宿直員は泡をくって部屋の外に飛び出したと思うと夢中で課長室の前へ走っていったが扉の取っ手に手をかけると一緒に。 いや、ここも空いているた大変だ3金庫の中は色を失った宿直員の後を追って3人は課長室に飛び込んだ同時に電灯がパッとついたきれいに取り片付けた事務用の大テーブルを中央に 片隅に置かれた最新式の大型金庫壁にかかった油絵の角。目につくものはただそれっきり天野警部はつと体をかがめてテーブルの下を覗き込んだが無論そこに人の姿は見えなかった「ああほっとしましたよこれで」とんきょうな声を出しながら 宿員が本当にほっとしたらしく大きな息をついた忍び込んだもののどうにも並んで引き返したんですな古谷刑事が拍子抜けしたように言ったそうでしょうこの金庫は最新式の米国製でどんな金庫破りでも手の下せるはずがないんですからいやそうも言えませんぜ 金庫の前に突っ立ってじっと文字盤をにらんでいた亀井警部が小首をかしげながらつぶやくように言っただって金庫に少しも異常がないではありませんかいやいや外から見て異常がなくたって中に入ってるものがなくなっていたらどうしますすると内部のものが盗まれていると言われるんですか 宿直員の顔がまた青くなりかけたいや決してそう断定するわけじゃないんですが文字の組み合わせを知ってるものならこの金庫を開けるくらいわけもないことですそれに今夜の電話ではこの金庫が最新式の輸入金庫であることを承知の上で俺の手並みを見てくれと言ってきたんですからねへえ 宿直員はしばらく呆然としていたが、急に何事か思い出したように、じゃあ、中のものは盗まれてるかもしれませんね。そいつは大変だ。課長のところへすぐ電話をかけなくては。宿直員が慌てて部屋を出ようとすると、亀井警部がつと止めた。ちょっとお待ちなさい。もし異常がなかったら人騒がせですから、僕が調べてあげましょう。 あなたが宿直員は目を丸くしてあなたにこの金庫が開くんですかさあやってみなくちゃ分かりませんがねどれこの文字盤の組み合わせはと亀井警部は金庫の前に片膝ついて少しの間組み合わせの文字盤をにらんでいたがあはあ3回転式だな。 それでは、A と G とを合わして右へ1つ2つ3つそれから左へ1つ2つ3つと独り言を言いながら右へ左へ組み合わせの文字盤を回転しているうちにコトンと音がしたかと思うと第1の扉がギーっと開いた。 今度は第二の扉だ。三人は前かがみになりながら一生懸命目を光らして亀井警部の指先を見つめた。と突然警部が叫んだ。大丈夫だ。中は開けたもんじゃありません。どうしてわかります？いや今度は鍵がなくちゃ開かないんです。でもしアイカギを使って開けたんなら。 逃げ出すのに気を取られて、元通り鍵をかけたりするはずがないんだ。ところで、ちゃんと鍵がかかっているんですからね。でも落ち着いたやつなら元通りにしておくかもしれんよ。そうですね。心配ですから、ついでに中まで開けていただきましょう。なにしろ5万円の現金が入っているんですから。宿直員の言葉にも一理ある。 亀井警部はポケットから鍵束を取り出してそのうちから小さい合鍵を選び出すとそれを鍵穴に差し込みながらぐっと右へ一ねじ第二の扉はくもなく開いたまるで本物の金庫破りだね天野警部が簡単の声を漏らしたうんこの道にかけたら本物以上のつもりだがね亀井警部は笑いながら さああとは何でもないですこの引き出しさえ開ければいいんですからその引き出しも造作なく開いたとそこに帯風をした百円札の厚い束がいくつもの列をして整然と並んでいた宿直員は指先でその紙束を1つ2つと数えながら「確かにやります」「おかげで安心しました」 やっぱり入るには入ったんだが手が出ないで逃げていったんでしょうね多分そうでしょう亀井警部は金庫の扉を元通りにしながらこの金庫の文字盤の組み合わせは簡単なようでなかなか複雑ですから手に負えなかったんでしょう大きいことを言っといて今頃はどこかで苦笑しているんでしょうよさあこれで元通りです ではこれで失礼しましょうどうも家中お騒がせしてすみませんでしたいやどういたしましてこちらこそ不注意からとんだご厄介をかけました3人は宿直院に送られて外に出たそしていささか物足らないようなといってまんざら不快でもない気分に包まれて深夜の街を警視庁へと取って返した が、3人が人人とも、いや操縦台の運転手まで少年球児の忠男君を小伝馬町の十字路に取り残してきたことには気が付かなかった4もぬけのからの5万円さてこれから話が活動写真のように目まぐるしくなってくる。 3人の乗った自動車がさっきの道を逆に本国町から新常盤橋を突っ切って永楽町のガードを右へぐいっと急角度で曲がろうとした時東京駅の方面からこれも全速力で疾黒してきた1台の自動車邪魔者のない深夜の道を互いに警笛の一つ鳴らさずに突進してきた2つの車が危うく正面衝突をしそうな勢いで辛くも道を避けたと思うと よと向こうから声がかかった亀井君と天野君じゃないか振り返るとこれも警視庁の自動車声はまさしく聞き慣れた小泉捜索係長今頃どちらへ行かれるんです慌てて自動車を止め亀井警部が取り返したどちらもあるものか84銀行へ金庫破りが入ったんだ え、84銀行へ言葉は繰り返したが考えるまでもないことそれはいたずらです僕たちもその手に引っかかって今行ってきたところですいや君たちが出た後の出来事なんだついてきたまえ係長はそう言い捨てて再び自動車を走らした嘘だ断じて嘘だ 銀行を出たから20分、いや15分と経ってはいない。その間に、しかも自分たちが出たすぐその後に海賊が押し入るなんて到底ありうべきことではない。いたずらだ。きっとそうだ。厳重な金庫にサジを投げて逃げ出した金庫破りが腹いせにするいたずらなんだ。二度と再びその手には乗りたくない。が、 鶴の一声3人の自動車は同じ道を三度行きつ戻りつしなければならないこととなった2台の自動車が84銀行の前に止まった時そして係長の後について再び正面の入り口に立った時3人は思わず「あっ」と声を立てた「重い鉄の扉がまたしても開いているではないか」 しかも今度はこすんばかり。三人は自分たちの後ろに宿直員が扉を閉めるのを見届けた。いや、閉めた上に情を下ろす音まで確かに聞いた。その扉がまた大きな口を開けて彼らを待っていようとは、それが不思議でなくて何であろう。が、その不思議もその驚きも、 一瞬の後彼らがぶつかった大驚愕に比べれば不思議なことでもなかったのだ扉を開けて案内した廊下を正面課長室へ突き当たった時これもまた半分ばかり開け離された扉の中を覗き込むとこれは下り金庫の戸は左右いっぱいに開かれて床の上に散らかった債券や書類の山抜き出された引き出しには もぬけの殻の五万円よよよ、これはどうした四人が四人幾同音ぼ然自室を通り越して係長以下口も聞けなくなったように突っ立ったあの宿直員は亀井警部がそう言うまでには少なくも一分の時がたっていたと同時に 夢から覚めたように天野警部と古谷刑事が廊下へ向いて飛び出した会議室の前へ2人はノックする間ももどかしくさっと扉を押し上げたとどうだそこは人影もない画乱堂で室内にはテーブルと34脚の椅子があるきりベッドもなければ寝具もなく宿直室とは受け取れない 部屋を間違えるはずがない。あの宿直員が上着を引っ掛けながら寝ぼけ眼で出てきた部屋はまさしくここだはてなことはいよいよ不思議になった2人は足も中に廊下を右へ左へ宿直員を探し回ったと会議室から3つ目の部屋にかかった宿直室の表札おや 宿直室はここではないかいぶかる間もない、つとハンドルに手をかけたが、扉はびくとも動かない。耳を澄ますと、中から聞こえる苦しそうなうめき声。亀井君、ん亀井君。ん淡野警部が大声で呼んだ。駆けつけた係長と亀井警部。扉は合鍵でわけなく開いた。 と同時に4人は再びあっと叫んだ部屋の中央寝台のそばに両手を背後に縛り上げられ口に猿ぐつわをはめられた寝巻き姿の一人の男が横たわっていたのだ古屋刑事が急いで猿ぐつわを取ってのけた見るとさっきの宿直員とは似ても似つかぬ細表の顔君は宿直の方ですか

宿直員は真っ青になって震えでした堀り止所へ非常線を張るように今電話をかけておきましたがねどうも仕方のないことですでであなたは犯人の顔を見ましたかええー、寝ているといきなり両手を背後へねじ上げられて猿靴は押せられたのでよく見る暇はなかったんですが洋服に鳥打ち帽をかぶった 丸顔の男でした。丸顔の男。うん。捜査課長がオウムえしに聞いた。それで、年はいくつくらいでした。さあ、年はよくわかりませんでしたが、きっと僕の顔を睨んだとき、右の眉根に怪我でもしたらしい傷のあるのが見えました。眉根に傷ですって 二人の警部がたまげたような声を出した。出したも通り、宿直員と偽って三人を金庫の前へ連れて行った戦国の男がそれではないか。三人はまんまと一杯食わされたのだ。一切は分かった。想像される経路はこうだ。どこからどうして忍び込んだか、海賊はまず第一に宿直員を縛り上げた。 それから金庫室へ忍び込んだが最新式の金庫の扉はさすがの彼にも手が出なかったそこでご丁寧にも警視庁へ電話をかけて金庫通の亀井警部をおびき寄せ自分は宿直員に化け変わってうまうまと文字盤組み合わせの秘密を見て取ったのだそれからあとはメー白々、ハ3人を外に送り出し電光石火 5万円の現金を盗み取り皮肉にも捜索係長へ電話までかけてそのまま行方をくらましたのだ大胆も大胆不敵も不敵肉々しい海賊のやり口ではないか三人は歯ぎしりをして悔しがった海賊を前にして取り逃がしたということよりもまんまと一杯食わされたのが悔しいのだ しかも悔しいばかりではことはすまぬその責任はどうなるのだ三人は土のように青ざめた顔を見合わせた五少年の光明話は三十分前へ戻るそれは永楽町のガードの下で 係長と3人の自動車が鉢合わせをしたただった84銀行の正面の鉄皮が音もなく静かに内側へ向いて開いたと思うと風呂敷包みを小脇に抱えた洋服姿の快感が辺りの様子をうかがいながらそっと往来へ忍び出たそして銀行の建物に沿うて右へ足を速めて歩き出した それかからわずかに数十秒。その男の姿が第一の横丁を右へ曲がるか曲がらないに開け放たれた鉄砲の中からスルッと抜け出た一人の少年足音を立てまいと出か両手に靴を脱ぎ持って凍てついた深夜の路上を靴下のまま猫のように男の後を追っかけていく少年は横丁へ曲がろうとして つと電柱の影に寄り添いながら向こうを覗いたすると十四五5軒も向こうにリアライトを消した1台の自動車外観は今その自動車に乗ろうとしているところである電柱の影を離れるも一緒少年は両手の靴を投げ捨てて真一文字に駆け出した間一髪 自動車が滑り出したと見る間に辛くも追いついた少年は飛鳥のように自動車の後ろに飛びついたあとはもう夢中である全速力でかけてゆく自動車の予備タイヤに力いっぱいしがみついて10里でも20里でもいや百里が千里の道のりでも腕の続く限りくっついていこうというのだ自動車はだんだんと速力を増して右へ左へ。 深夜の街をしのをくしてくどこをどう走ってゆくか方角は南か北かそんなことを考える余裕はさらにない吹きすさぶ嵐の中に木の小枝に取りすがる小鳥と同然ただ振り落とされまいと力の限り取りつくばかり手の先がしびれてくる腕の力がなえてくるそして 自動車が大小のカーブへ差し掛かるごとに彼は自身の体が今にも路上に投げ出されるかと思われたがスタートを切ってから約40分急に速力を減じて休憩斜の道を登り出したと思うと突然自動車はピタリと止まった合図の警笛人の足音ささやく声 やがて門の大戸の開く音。少年はそっと地上に足を下ろした。と同時に、自動車は堂々たる門構えの庭内へ、吸い込まれるように消えていった。もしもし、警視庁ですか。え寝ぼけちゃいませんよ。大事件だ。大急ぎで当直室へつなげてください。 ええ、あなたは亀井さんですね。僕、忠夫です。金庫破りの隠れ家を突き止めたから、すぐ来てください。え冗談なんか言ってるものですか場所ですか目白台です。女子大学の正門を目当てに来てください。大至急。僕、見張ってますから。それからちょうど30分。 4台の自動車に分乗して目白台へ駆けつけた24名の警官は忠雄少年の先導で係長の指揮下に海賊の住家を包囲して金庫破りの共賊を何のくもなく逮捕した海賊の寝込みに踏み込んでじきじき縄をかけた主君者が天の亀井の両警部と古谷刑事であったことは今さら言うまでもないこと 〈6少年の欲しいもの〉君〈忠男君君は僕たちの恩人だ!〉〈君があいつの隠れ家を突き止めてくれなかったら僕たち3人は腹を切らなくちゃならなかったんだ〉〈ほのぼのと夜の白みかかったのも知らず天の亀井の両警部と古谷刑事の3人は燃え盛るストーブの前で忠男少年の手を取って〉 心からなる感謝の言葉を捧げている全くだ僕たちはまだそれでいいとしてももしあのことが世間に知れたら係長から総監にまで類を及ぼしたかもしれないのだ真実に命の親も同然だがあそれにしても忠雄君僕たちが気が付かなかったあいつを君はどうして犯人だと睨んだんだね そりゃあ何でもないことですよ。僕は皆さんにくっついていったら叱られると思ったので、ちょっと間を置いてそっと後から入っていったんです。そして廊下の曲がり角のところから頭だけ出して覗いていると、あの男が会議室の前から上着を着て出てきたでしょその時僕は、はてな、こいつおかしいと思ったんです。なぜって、 皆さんの靴音に目が覚めるくらいなら初めにあれだけベルを鳴らした時に目を覚まして起きてこなくちゃならんはずですび備林は無論宿直室へ通じてるはずなんですものそれなのによびりんでは目が覚めなかったものが皆さんの靴音それも大した音ではなかったのですで急に目を覚ましたというのが第一怪しいしまた 急に飛び起きてきたものが直機もズボンもつけてすっかり身支度を整えていたというのが一層不思議なんですだから僕こいつは怪しいと思って皆さんが金庫室へ入った後であの男の出てきた部屋を覗いてみると普通の応接室でベッドも何もないじゃありませんかそれからじっと耳を澄ますと 向こうの方でうめくような声がするので行ってみるとそこが宿直室なんですそれで僕はすっかり分かってしまったからあなた方に言おうかと思ったけどもしピストルでも持っていて手向かわれては面倒だと思い直してそっとカウンターのテーブルの下に隠れていると果たして皆さんを送り出しておいて大急ぎで金庫室へ入っていったんです。 それからずうずうしくも係長へ電話をかけて逃げ出していくので僕は後を追っかけてやつの自動車へ飛びついたんですそれだけのことですよいや驚くべき警官だ服装へ目をつけたのは非凡だよいつの間に君はそんな探偵願を要請したんだね要請も何もないんですゆうべ読んでた本に 犯罪捜索に一番大切なのは、最新緻密な注意と観察力だということが書いてあったので、ちょっとそれを応用してみたまでです。こりゃ、大太子に教えられたというところだね。おそら言った。まったくおそら言ったよ。で、忠雄君、今も三人で話したがね、このお礼に何か君に贈り物をしたいのだ。 何でも君の欲しいものを遠慮なく言ってくれたまえ3人の首を取り留めてくれたお礼だから君が欲しいというものなら3人が死んだい限りをしても進展するよじゃあ一つ僕の欲しいものを言いましょうかうん何でも言ってくれたまえ忠く君が何を申し出るかと3人はじっとその口元を見ていると では、僕に靴を買ってくださいえ靴だってこれは少々意外な注文3人は目を見張ったまま開いた口も塞がらぬてもっと何か注文がありそうなものだね靴では少し安っぽいよそうだ遠慮はいらぬ何でも欲しいものを言いたまえい,いえ靴で結構です 僕自動車を追いかけるとき脱いでもってた靴を売っちゃったのであれからはだしているんです。拾いに行くのも面倒だから記念に一足買ってください。